こんにちはセノンプレゼンツベースボールペディア MC を務めます半田愛ですいつもご視聴いただきありがとうございます今回はですね OB クラブ事務局の理事長室からお届けをいたしますそしてゲストにお越しいただいたのは日本ではヤクルト楽天そしてメジャーリーグでワールドシリーズ出場も果たされました岩村明則さんです よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ようこそ、お越しくださいました。えー、めったんないんですか、ここでやるのは。えっと、私自身を初めて、えー、伺いまして、はい、比較的、えー、貴重な場所ということでございますが、<laughs> はいえー、今拠点は福島に。はい、今福島にいますね。はい、はい、あのまあ独立リーグで,ですね、はい、運営とあのまだ現場の監督もしながらですね、えー、福島で野球を力を使って盛り上げようとなんとか、えー。 奮闘しています。はい,はい、そのあたりもああ伺っていければと思います。はい、よろしくお願い,いたします。します。さあでは早速なんですが、うんえー、岩村さんまず野球を始められたきっかけというのは、これはお兄様の影響です,かそうですね。あのやはり三つ上に兄がいまして、はい、まあその兄の影響と、うん、兄とあとは父親ですかね。やっぱり父親もずっと野球をやまあ地元でねあの田舎の方で草野球をやってましたし。 えー、それだけ野球が好きだったという形に育った上に、はい、野球のレールに乗っかったというなるほど、はい、必然的ではあったというところそうですねもう気づいたボルトバットを持ってたので <laughs>、えー じゃあ何歳でもったかっていうと正直あんまり覚えてはないんでもうそれだけ小さい時からということなんですね。お兄様の山村隆さんも近鉄バファローズでプレーをされましたがということはも宇和島では噂のご兄弟だったのではそうですね宇和島市ね自分たちがいた頃は7万人ちょっとの人口ですからそういったところからまさかプロ野球選手っていう形にもなったと思うんですけれども自分の兄と 同い年にオリックス中日の平井正文さんがいるんですけれども、はい、平井さんが自分の兄と同い年なんですね。ええ、でそこから平井、橋本、宮で岩村と4年連続でこうプロに入ったとっいうところなんですね。またみんながこう宇和島出身で、はい、まさか7万人ちょっとのところから4年連続でプロ野球選手が出るとも思ってないですし今考えればすごいことですねバーー<当>ね。 もうねあのそこまでくれば毎年誰かが行くんじゃないかっていうその時の,あの、まあ、我々の,この恩師が亡くなってしまいましたけども<っ>上皇正則監督宇和島東高校野球なんですけども、えー、育った環境というのはどういったところだったんですか、うん、そうですねものすごい都会でして<っ>で嘘ですけど山と <laughs> <laughs> 海しかないです<ー>、はい、遊ぶのは基本的に外っていうのが当たり前にあるような環境ですかね。 野球ももちろんその外で遊びながらの中でこうルールを覚えていったり逆に自分たちが子供の頃であればまあ大きなグラウンドだったりそういったところを使わなくても近所の,その駐車場を使ったりとかで特別なこの自分たちの独自のルールを作って野球で遊ぶというようなことが特にえ幼稚園から小学生にかけて多かった。 ですねはい、自然の中であの野球も身についていって、うん、たくさんこうプレーする場所も まあ周りにありながらという、まあ、そうですね、あのうん、家の中以外、全部どうぞみたいな感じですねそうですか <laughs> でも、まあ、今の現状から考えると、はい、非常にこう羨ましい野球少年からするといや間違いないと思いますね、やっぱりね、えーあの、一つ改革したいし、えー、プロ野球もなんとかね、プロ野球の OB の方でもこう動いてね、えー、なんとかやってほしいのは、やっぱり公園でキャッチボールができる環境をやっぱり作ってあげるって、うん、いうのは、すごく、ね、大事な部分だと思うんですよね。えー えなので、どんどんこうキャッチボールができる公園作りもねやってあげれば少子化もあるんですけど野球というスポーツをこう選択する子どもがいなくなっている部分がね少なくなっている部分もありますのでこれ、現実ですからやはりそういったところも自分たちの昔を思い出しながらね当たり前が今、当たり前じゃなくなっているね時代でもありますので、は。い まあこうね、元に戻すということかもしれませんが、うん、まあ今、改めてこう取り組まなければいけないこととい,う、はい、ということもあるのかもしれないですよね。そうですねさあということで宇和島東高校に進学をされました、うん、上皇監督ですが、うん、選ばれたのはどうういっったたことだったんでしょうか、まあ、あの当然のことながら兄がちょうど3つ上にいて、はい、3学年違うので入れ替わりではあるんですけれども、はい、ちょうど。 まあ自分たちがその中学校3年生の時の春、夏とえ平井と岩村の2人だけじゃないんですけども他にもねあの素晴らしい選手いたんですけども、はい、あのそういった方たちが頑張ってこう久しぶりにこう甲子園に出たということがあったので僕はね中学校2年生の時に学校の先生に言われてね高校どうするんだと甲子園行きたいんで堀越行きたいですってアホみたいなこと言ってたんですよね。<laughs> あの本当に考えてたというか本当に先生に言ったんです一言言われましたね「<え>アホか」って言われて <laughs> そんな <laughs> あでもまあその野球でということは、うん、まあすでに頭に終わりだったと野球しか考えてなかったですねあの小学校2年生の時に、はい、ようやくあの、まあ、自分たち地元の方はソフトボールの方がすごく盛んだったので、ええ、ソフトボールチームに ようやく入部できたと、はい、でそこからの時の同じタイミングでもちろんえプロ野球選手になることを夢見て野球を始めたっていうのもきっかけだったので、はい、野球選手になるうまくなる甲子園行くっていうのがで最終的にプロに行くっていうところが全てこう、はい、一本の線でつながってたのでとにかく行くのがもう当たり前のような形、えーはい、だから甲子園にも行きたいしっていう思いも人一倍やっぱ強かったですよね。えー 宇和島東高校では4番に座るようになったのは1年の秋ですかね、はいはい、今ヤクルトスワローズのヘッドコーチをやられている宮出さんという方が僕の一行上なんですけども、はいまあ、宮出さんがこう2年生3年生が抜けた後ですね、はい、宮出さんが3番打って自分が4番打つっていう形が2年 夏まで、続きましたね。高校時代の思い出というと。一番、まあ、どういったことが思い浮かびますか。はい、今じゃ言えない、ボコボコンされてましたね。<laughs> えー、それは、先輩。<laughs> いや、先輩はね、僕ら先輩は、そう、あの、手を出すことはほとんどなかったです、ね。<ー>ほとんどないというか、はい、僕はなかったですし。えええ、いや、本当、体罰っていうのはないんですけれども。 走れと言われたら本当にあのやめろっていう声がかかるまで走らされたっていうような記憶ですからね。多分、えー、あのうなずいてる方多いと思います。いかがですか、ね。<laughs> <laughs> そうですね。もう何十年前という頃のまあ高校野球ということです <laughs>、うん。その当時はまあ普通だった話ですよね。えーえー、練習時間も長かった なかったですね。あの県立高校なんですけども大体、はい、いい3時半に授業が終わって、はい、そこから、えー、約10分でもうミーティングする体制になってなきゃいけないんですね<ー>練習も全部準備して、えー、で、3時40分から大体いい9時ごろを目安に、えー、でもそこからまたまた9時半ぐらいまでかかったりとかはもずっとその時間はずっと練習ですね。<習> 私立高校ではないので公立高校なのでもちろん勉強もというところで文武両道を目指す高校としては当たり前だということは言われてましたねそうですかじきちま勉強の時間とでも、かなりそうすると56時間あそうですねほぼ6時間時間やってたのでその当時の言えば悪ガキが授業中なんかというと大体もううたた寝してますよね。 影響を養って、の体力温存どんなことが一番その高校時代学びとなりましたか徐々に大人になりつつある中で自分の意見も持ち始めていく中で上皇監督がすべての法律を作っているんだなというぐらいのものだったですかねあの監督が例えばこのテーブルもこれ、黒だって言ったら黒ですとしか言えなかったです。 よく言うじゃないですか、そのはいといえって言うじゃないですか。はいしか言えなかったです。家はないはまずなかったですね。なるほど。そういう環境にいて、あの大人の理不尽さを勉強した。機関にもなりましたね。はい。っていうのも、今自分もやってるっていうのはちょっとね、あるんですけども。社会ってこうなんだなっていう。はい。 移行期間間に必要な時間でした確かにそうでですよね、うん、まあでも、その上皇監督の絶対があったというのもそこに従っていったというのも、まあ、甲子園出場という目標があったも,、ね、もちろんあの甲子園に行きたいからというのもあるしーそのチームを引っ張って甲子園に連れて行ってやらなきゃいけないという使命感もあったり、はい、我慢するところを我慢してただ、一回だけ、ね、やっぱりこう自分の中の線が切れたという時がありまして、はい、でその時に。 もうやめると、<ー>野球部もやめる、えー、学校もやめると。一日学校休んだんですよ。何年生の頃ですか。二年生の時ですね。二<ー>年の秋か冬かぐらいだったと思います。何かこう決定的なことが終わりだったんですか。まあ理不尽極まりないのを分かってるんですけど。 まああのまあ、監督に厳しくこう言われているのもあるんですけどそのジーコ監督ってこう性格を見てあのこの選手はこういうタイプだ、はい、この選手はこういうタイプだっていうのをしっかり見極めてその言葉を選んでいくんですけども自分は怒られ役という<ー>、はい、部類に入れられまして、えー、即た確かにほぼほぼ悪いことをしてるのは自分かもしれないんですけど <laughs> もういいことをしても常に先頭に怒られてたのが自分。 もも積もってどこかでこう切れてしまったとえ野球部の部長がですねあのちょうど家まで来ていただいて自分の説得に入ってもらったんですけどもまああのね野球の部長にはこうしっかりと自分の気持ちも伝えながらで部長もいや監督さんも絶対分かってるから僕はいいですみたいな半分言えばすねたたた小僧みたいになってたんですよね部長とも話してもちろんそこにねあの親もいまして。 あの父親にもやめるよ自分の口で言えと<ー>自分とまあ二人兄弟で、ええ、兄と2人なんですけれども母親はあの自分にはすごく厳しかったなんですけれども、はい、あの父親は本当に僕には甘くてですね、えー、そうやって本当に叱られたことってあんまりなかった<ー>ことだったので,、はい、でその時にね初めてこうちょっとそう強い口調で言われた、うん のをやっぱ覚えてて、えー、で兄目の前で兄がこう自分の父親にこう、ね、厳しくしつけをされてるのを見てるのでおな思ってたんでそこはうなのでこう次男特有のこの要領が身に、はい、ついてくる部分ではあったんですけども、はい、で、まあ、翌日、はい、え監督のところに行って、えー、まあでももちろんねあのしっかり考え直して、えー、また一からっていう形でねお願いをして。 あの時ね本当にああいう方周りの、はいえー、大人の方がいなければ、えー、僕は本当メジャーリーグにもなってなかったです。 いやよく戻ってきてくださったという <laughs> <laughs>、ね、ところですが、えー、3年生の夏、はいえー、愛媛大会でベスト4、まあ、その前にちょうど春にあ行われたこの AAA という日本代表、はい、オールジャパンがあったんですけども、えー、そこにこう選んでいただいて、はい、甲子園も出てないのに大体その AAA という。 その春のオールジャパン高校なんですけど今今でいう u 1 8ってやつですかね、はい、選抜していく、ええ、その選手はどこからっていうと大体甲子園のベスト8選抜のベスト8、はい、より上の選手をメインにっていうところなんですけども、ええ、まさか甲子園も行ってない人間がこう呼ばれると思ってもらって、はい、で,でそうやってジャパンに入れてもらってでまさかの4番を任されって言ったところでただ甲子園にも一回も行ってなかったので。 もうとにかく西武ライオンズでいうと安倍正弘が僕の同級生なんですけども彼が横浜高校から同じねオールジャパンに入って,てその後入ったのが山本匠吾であったりはいオールジャパンのメンバーの同級生にいたんですけど安倍とも高野連の合宿ですよね僕たち行ったのはフィリピンだったんですけどもそのフィリピンに行くまでの甲子園での,その練習をしたり大学生とオープン戦したりする 泊まってる宿舎で初日ですよねだいたいみんな集まるじゃないですか、はい、欧米で集まってでその当時のこの甲子園の話をしたりとか、えー、やっぱしてるんですけど<ー>僕全然話が分かんないし噛み合わないし、えー、なんだこいつらみたいな感じでしか思ってなかったんですよねそれがやっぱ僕の中でいう反骨心のお<ー>、うん、まあ、ね、モットーにしますけども何クソっていうことの原点にもつながった部分は正直あります だからこそ夏の甲子園は絶対行きたいっていうのは、ええ、あったんですよね。えー、でも準決勝で負けてしまうという,うこの夏の大会ですが岩村さんはその骨折の右肘の、ね、骨折をしてたんですしかもこれもちょうどジャパンから帰ってきたので5月のゴールデンウィーク終わった時に戻ってきたんですけども。はいはいええ そこから6月にです、ね、宇和島東高校があの創立100周年でいわ<ー>、まあ、ば PL 学園を宇和島に招待をして招待試合をする<ー>ということだったんですね。はい、でピッチャーはあの前川がいたんですけども、はいえー、前川も含めて中村監督が、ね、宇和島まで来られて。はい その1週間前の練習だったんですけどもあ<ー>まあその時まだキャッチャーだったので,、えー、でキャッチャーとして、えー、盗塁を刺す練習で、はい、バッテリーでこうや練習しながらで1年生がランナーをしてたんですけども、はい、まあ大体リードって 2m 半ぐらいなんですけど5ルぐらいからスタートさせるんですね監督がねが<ー>アウトになるわけないじゃないですか。<ー>でそれをアウトにさせなななきゃいけないけような 練習でで時間半ぐらいあったんですかもともと膝が悪かったのでその立ったり座ったりがもう本当にもうだんだんきつくなってきてちょっと1球座って投げてやれみたいな1球座って投げたら足の遅かったランナーではあったんですけども、はい、アウトになったんですよね、はい、ノーバンで、うんうん、やっぱそういうことでアウトできる、はい、楽しようとするじゃないですかで楽しようとした2球目ですよね、うん、投げた瞬間にブチッってあってもうその剥離もう骨がその瞬間にバンと剥げたみたいで。 でもうそこで肘がロックされて伸ばすこともそれ以上できないし曲げることもできなくなっちゃったんですよね、まあ、ただ、バットはなんとか、えー、でももちろん痛いんですよ、はい、でもボールなんか絶対投げれないし、えー、あのアーム式のマシーンあるじゃないですかはい、はい、あんな感じでしか全然投げれなかったんです、ね、もうでも,もう今日骨折やって6月もそうやし、はい、7月は県大会あるし、えー、もう最後、ね、残り2か月 2> うもう最悪の思いでしたね。 あもうそこに向かっていってたわけですよね、高校生活翌日、病院に行って、レントゲンだけで十分だって、レントゲン取って、先生に言われたのが、まあまあ、剥離骨折で、でも、上皇監督というのは、本当かどうかを疑うわけですよ。いやいや、でももう、曲がらないし、それも演技って思われても嫌なんですけど、ただまあ、そうやって、だったらこそ、僕は先生に頼んで、画像くださいと。 はい、病院からいただいて、えー、で監督のところに持って行ってその時2時間ぐらい話しされたんですけど 1>, <ー>1対1ですよ、はい、監督室に入って呼ばれて行って2時間ぐらいだったんですけど、はい、怪我のことをねぎらってくれたのは最初の15秒ぐらいですかねあとは永遠と説教でしたね。えー その中でもうほぼほぼもう、まあ、あと1週間後に PL さんが来るとどうすんねんって言われて、はい、いや俺も知らんしどうすんねんこっちも聞きたいわ <laughs> ってそういった時期だったんですね。そういうい 記憶しかないですよね、まあでも、PL との練習試合もこなしました、ファーストで出てですねボールはもう全部アーム式でピッチャーに返すだけかランナー一塁にいようがどこにいこうが取ったら必ず一塁しかなないるほど痛み止めの注射を幹部に打つと同時に公式戦になると服用もしない。 県大会ですが最後戦ったのが松山商業ということで、はいまあ、その年の全国制覇をがそあの奇跡のバックホームがあったとして皆さん、ね、ご存知だと思んですけども、まあ、あのバックホームした矢野という選手ね、えーえー、今でこそめちゃくちゃ仲いいんですけど、えー、その当時僕知らなくてでその話を、ね、大体年に1回。 回回ぐらい集まるんですよ今も集ままりす今ね特に仲がいいのは宇和島東の人間とその当時の松山商業であったり今治西がいたり新田の子がいたりで今ですねちょうど愛媛県の愛媛県高校野球53年会っていうのを作ってましてなぜかみんなに会長はあなたって僕がこうやってるんですね。そこの番バッターで今井という 伊予、えー、のドカベンと言われた、えーまあ、その当時の4番バ,バッターがいるんですけど、はいまあ、そいつが、えー、副会長をやってでその奇跡のバックホームを起こした人間に関しては、はい、事務局長をやらしているという。でそれでじゃあ何するんだってなるんですか、えーえー、でそれでいや俺たちはやっぱ特別な大なんだと、うん、全国制覇をしたチームがあって。はい でメジャーリーガーになったやつがよねと、はい、ていうことがあったので,そう,でそういう話になったんですけど、えー、でそこで、えー、地元の中学生と、うん、例えば野球の試合をして、うん、こう中学生とこう交流をして、うん、野球をどんどん楽しさを伝えていくと<ー>、えー、っていうことにしていこうというので<ー>、えー、作った回ではあるんですね。えー 実際に何試合かやりましたね昨年はちょっと、ね、コロナでできなかったんですけども、えーえー、仲間たち同世代の絆という縁というものは今も続いていますね、やっぱりそれは、ね、やっぱ野球がもたらしてくれたなって感じますね。えー 岩村さんとしてはもう目指していた命を懸けていらしたであろう甲子園の、うん、まあ土を踏むことができなかったという、はい、まあ高校時代悔しいを通り越してましたよねうんあの時は若干の涙はあったかもしれないですけど、うん、逆に僕そこまで涙も出なかったというかうんあのみんなみんなねもうワンワンって泣いてましたけど、はい、実は6回の表まで6対3で勝ってたんですよね。 夏の大会はやっぱりこうチーム力もあって投手陣もね1枚だけじゃなくて2枚3枚っていた方が豊富なんですけどもまあ我々はこう松山商業には劣ってしまったと。松山商業というチームはやっぱり夏夏になれれば夏将軍と言われてるチームだったんですよね春は少しこう弱くてもですねしっかり夏にはすごいチームを作ってくるっていうのが伝統的にあるチームでまあそこのね当時の監督澤田監督と。 えー、宇和島東の,その上皇監督というのは、うん、あのもう演技を代表する、ね、あ<の>あの高校野球の監督さんだったので、はい、数々の伝説があるんじゃないですかね、はい、いろいろと死闘が繰り広げられてたりすると思います。えー、夏のシーズンでもありますが、うんえー、今の,その球児たちへ伝えたいことといいますと、うん。そうですね、まああのうん 今はねどうしてもこう楽しんでほしいっていうのが第一にこう来ちゃってる部分はあるんですけども楽しさの中に責任感を持ってねあのやり遂げるというところを最後まで目指してやってほしいなと思いますよね自分自身も甲子園に行くことが最終目標にしてやってきましたけどでも実際夢叶わなかった中でただそうですねあの上皇監督がね常に言われてたのが「夢叶うまで挑戦」という言葉をすごく大事にされてたんですけども。 やはり、まあ、そこはそれで、えー、自分の原点の夢に向かって今度、夢を置き換えたという形にしたのが、えー、その当時の自分だったのであ、はい、あの今の子たちも、ね、あの甲子園に行くだけがすべてでもないんですけどももちろん、ただ甲子園を目指して、えー、チームメートと一緒にこう苦しい練習も乗り切ったとっいうことをあのそれを自信にしてほしいなと。えー 今の子たちでも、まあ、自分たちとはこう時代が違うとはいえやっぱ苦しいこと辛いこと悔しいこと、はいえー、たくさんあると思いますので、えー、あのそれを乗り越えて最後の大会を迎えられたっていうことの方にフォーカスしてほしいなと、えー、そうすればねあの今現在メジャーでも大活躍の大谷君のような形にもなるんじゃないかな、えー、あのもちろんみんながみんな大谷君になれとは言えないしなるわけないんですけどもただ気持ちは同じ。 気持ちを持っていってね、はい、あの人間的に大きな人間にねなってほしいなと。負けたからってこう言えば悪い方向に行っちゃうとすごく何のために野球やってきたのってなりますよね、えー。はい、だから野球を通じて、うん、あの得たものを、うん、ま今後の人生、その後野球を続けるにしてもやめるにしても今後の人生に生かしてほしいなと思いますね。うん そういった球事を経て、はいえー、岩村さんがどのようにこうプロで活動されていらしたかというのをまた次回以降伺ってまいりたいと思います。はいはい、ということで今回どうもありがとうございました。